マーク・ジョンソンは、アメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリス生まれで、ウィスコンシン州マディソン出身の元アイスホッケー選手。1980年から1990年まで、NHL で669試合に出場した。また1980年には、レイク・プラシッドオリンピックで金メダルを獲得した。ウィスコンシン大学マディソン校の伝説的なコーチだった。 父親のボブ・ジョンソンの下で3年間プレーした。1977年、1年次で NCWA チャンピオンシップ優勝を味わった。大学初の西部地区ホッケー協会の新人王に選ばれ、大学の歴代得点2位となり、オールアメリカンには2度選ばれている。父親がアメリカ代表コーチを務めていた1976年に18歳で、国際大会に初出場し、 11試合でプレーしている。また1978年から1990年まで8回のアイスホッケー世界選手権に出場した。1980年のレイクプラシッドオリンピックのソビエト連邦戦の第一ピリオド終了間際にゴールを決めてソ連のビクトル・チーホノフコーチはウラディスラフ・トレチャクを交代させた。この疑問に残る采配もありアメリカはこの試合で 逆転勝利を収めた。この試合の第3ピリオドにも同点となる得点を決めている。また、フィンランド戦でもゴールを決めて勝利に貢献し、金メダルを獲得した。NHL では、ピッツバーグペンギンズ、ミネソタノーススターズ、ハートフォードホエーラーズ、セントルイスブルース、ニュージャージーデビルスでプレーした。 1983年から1985年までの2年間はホエーラーズのキャプテンを務め1984年の NHL オールスターゲームに選出された。また2年間はイタリアのミランサイマ SG で、そして1992年には現役最後のシーズンをオーストリアのチームで過ごした。また1998年の アイスホッケー世界選手権に41歳で2試合に出場し、アメリカがグループ A に残留するために力を尽くした。引退後、彼は1996年から2002年までは、ウィスコンシン大学マディソン校の男子チームのアシスタントコーチを行った。そして2002年から女子アイスホッケーチームのヘッドコーチをしている。 チームは2006年3月26日に行われた NCWA チャンピオンシップ決勝に勝ち、初優勝を遂げた。翌2007年3月18日にも連覇を果たしている。2001年にウィスコンシン州のホッケーの殿堂入り、2004年にはホッケーの殿堂入りを果たした。2006年7月6日、彼はアイスホッケー女子アメリカ合衆国代表の ヘッドコーチに就任し、再建に乗り出した。2000年、2002年のアイスホッケーアメリカ合衆国代表のアシスタントコーチも行っていた。ありがとうございます。